富士グラン広島は、広島県広島市中区にあるコミュニティ型ショッピングセンターである。愛媛県松山市に本社を置く株式会社富士が運営している富士グランの一点。前身の山陽高等学校及び東和本社にも触れて、建物及び敷地についてもその記事で扱う。富士としては30店舗目、広島地区に2番目に出店した店舗である。 出店表明自体は、富士ショッピングスクエアカヤ店9月開店より先に、広島地区で初めて出店表明された店舗である。富士内での位置づけは、開店当初は中国地区進出を図る富士の拠点、広島某店都市、2011年の改築完成時にも、帰還店と位置づけている。富士店舗になる前は、当時の親会社であった、東和の本社券店舗であった歴史もある。 さらに前は山陽高等学校だった。山陽高校時代に建てられた一部の建物に関しては東和本社や初代の富士グラ広島の店舗としても使われた。現在の建物は2011年に完成した2代目の建物になる。全面改装以降の証券は半径5キロメートル以内41万人に見直され、より狭いエリアの証券を意識。 以前の広域から集客を期待した戦略を見直した。具体的には単身赴任などを意識し、総菜類などを強化。全店舗で弱かった20歳代から30歳代の集客を意識し、同年代向けのテナントの招致を行ったりした。各テナントは、食品スーパー、グランベスタと医療品、重環境商品を取り扱う、グランフジで、また、 広島地区の他のショッピングセンターにない特徴として、4階に富士系列のスポーツクラブ、フィッタを配置している。今回の改装で、初代店舗閉店から2代目店舗開店まで約1年半、かかるリスクもあったが、建物建築に関しては、東亜の本社時代から40年以上過ぎ老朽化が進行。天井が低い、店内に不必要な段差があるなど、 構造上の問題も多かったことより建て替えの判断になった。同地には1966年3月まで山陽高等学校、現学校法人広島山陽学園が立地していた。1907年に高陵中学校が開校。校長と校主側の学校経営の対立で1921年に山陽中学校に解消。校長側は新たに 高陵中学校を設立し、宇じなに校舎を移した。その後、山陽中学校は、当地で運営されたが1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下で多くの人的被害。また、木造の校舎は全焼、行動は金属の骨組みのみになるなど、甚大な被害を受けた。戦後、宇じなの仮校舎で授業を継続したが、 1948年3月に第一期の復興校舎が完成。同年5月に学生改革で山陽高等学校に改めた後、1953年8月の第六期工事まで継続して行われた。一応の学校の復興は終わったものの、戦後直後に建てられた建物に関して早期の老朽化が目立っていた。 現状の建物を修繕するべきとする意見もあったが、最終的には新校舎の建築を決定。鉄筋コンクリート造り4階建ての校舎が建てられ、第一次工事は1957年3月に、第二次工事は同年11月に完成した。鉄筋コンクリート造り4階建ての校舎は、当は富士時代も長らく使用されることになった。校舎の老朽化問題解決後間もなく、 工業化新設を決定。しかし周辺に新たな校舎を建てる用地がなく学校敷地が手狭である問題が発生。新たな学校用地として観音の旧広島空港に隣接する土地の広島県からの払い下げを受けることになった。新校舎は1961年5月に完成。工業化の生徒は一時的に宝町校舎で授業を行った後、 観音校舎に移った。その後も他の学科についても移転は続き1966年4月より、山陽高等学校のすべての授業と業務は観音校舎で行われるようになり、宝町校舎の利用は終了した。山陽高等学校移転と同時期に東和は,は当時京橋にあった社屋が手狭になっていた。同地は一旦同業他社に売却されることになっていたが、 金融事情などより破棄され、1968年6月に、東和への土地と建物の譲渡が決まった。同地には、東和総合商品センターが建設されることになった。1968年12月9日に、地震祭。翌1969年4月19日に、春公式。そして同年5月6日に開店した。東和本社建築に関しては、 完成から10年前後の校舎をはじめ、学校施設の多くを流用。また、校庭部分に新築の建物を建築し、また店舗に隣接するように校舎の一部を移築するなど、既存の建物と新設する建物を一体化させた。第1期工事で、東和総合商品センターは、各地に分散していた事務所を1カ所にまとめ、元校舎部分に事務所、倉庫、研修、 食堂施設を南側に新築2階建ての建物には店舗を配した。そして同建物に本社を移転。京橋の旧本社は倉庫になった。もともと東和は卸売をメインとする会社であったが、ラポールと同様に一般顧客向けの小売を行っていた。宝町社屋は顧客増加で早々に手狭になり、 1971年7月に4階建て、一部5階建てに増築。3階は店舗に。4階はストックルームと商品処理場に5階は電算室になった。1974年1月の増築工事で5階を拡張。サンプル展示場、事務所、教育室を整備。その時点で店舗の延べ面積は12,600平方メートルになった。また、 1978年7月から9月にスプリンクラーの整備を行った。その後、東和の総合企画室と富士の社長室の検討の結果、同市基地を有効活用するためには、卸売業より小売業の方がより効果的であると判断。1978年10月に東和本社の西区商工センター移転を決定。1979年に、 中国地方では初になる、カヤニュータウンと同地への富士出店が表明され、富士社内に中国事業部が設置された。そして、1980年4月26日から5月1日にかけて、東和本社の商工センター相手を実施、富士の店舗に変身することになった。1978年9月27日の中国新聞に社長の話として、 富士広島店を1980年秋をめどに出店する意向であると明らかになった。商工センターへの移転後に空き家になる東和本社を増築して利用し、当時9000平方メートルの建物を18,830平方メートルに増築、仙台収容の駐車場を整備するとした。店舗のコンセプトは食料品、衣類、レジャー用品などが揃う。 都心型アンストップショッピングセンターを目指すとした。また、他の店舗に迷惑をかけないために、食料を品中心の店舗にするともした。1981年8月28日の広島商工会議所の商業活動調整協議会で、申請面積より38.9%カットされたが、それでも売り場面積は1万3000平方メートルが認められ、 中止国最大のスーパー誕生が決まった。面積の決定に関して、広島駅前再開発の関係から抑えられた側面もあった。1981年9月12日付の中国新聞で同月の富士ショッピングスクエアガ店出店と翌年の当店開店による既存高売店の影響について、泉は泉八丁堀店の手直しと、 中型店3店舗を新設し、広島市内10店舗で巨大戦艦と称された当店に対抗すると報道された。また、同時期に富士は、林県の山口県岩国市への店舗出店や、商工センターへの出店計画が存在した。当初は、1982年6月11日に開店予定だったが、富士の現金授受疑惑などで商店街の反対運動拡大。 開店予定が延期された。その後の調査の結果、同年9月4日に商業活動調整協議会で届け出通りの店舗面積で決心、同年9月8日には大規模小売店審議会でも認めたことで疑惑がなかったことを確認し、出店へのハードルがなくなり、同年9月16日に同年10月14日に予定より4ヶ月遅れの開店が決まった。 1982年10月14日に富士としては30番目。広島県内では富士ショッピングスクエアカヤ店に次いで2店舗目として富士ショッピングスクエア広島店の名称で開業した。開店日には8万人の客が押しかけた。当時三越広島店に次ぐ店舗面積で広域集客を狙った店舗構成をしていた。また開店時点で 富士最大の店舗面積を持つ店舗及び中四国一の店舗面積を持つスーパーマーケットでもあった。広島最大のスーパー開店で既存店舗の改装が相次ぎ、ユニード広島店はディスカウントに店舗形態を変更。泉八丁堀店は約8億円かけて全面改装。大英広島店は駐車場の増設など対富士対策を行った。 他の大規模店舗と同様、1992年9月23日に現在の藤倉に広島に開消した。1996年2月28日に店舗面積が約2倍になる増床改装工事を実施。店舗面積は従来の13,070平方メートルから12,353平方メートル増やされ25,423。 平方メートルに、直営部分面積は9741平方メートルから9236平方メートル増やされ18977平方メートルに、テナント部分は3329平方メートルから3117平方メートル増やされ6446平方メートルになった。背景として、 競合する店舗が増えたことで、現状並みの売り上げを確保する目的で行われた。2007年12月の中国新聞に当店を全面改装する旨の記事が掲載され、そして2009年8月4日に富士よりリニューアル計画が発表された。建物の老朽化により客のニーズに応えきれなくなったとして建て替えを行うことになり、同年9月より 旧店舗での営業縮小を開始した。その後旧店舗建物で2010年5月5日まで営業された。その後、現店舗建物の一部を部分完成させて食品スーパーをメインとした仮店舗が同年5月9日より営業開始。2011年8月16日まで仮店舗での営業が行われた。1ヶ月間の完全閉店期間に関しては、 富士グランから近隣店舗への無料シャトルバスの運行を随時行い対応した。その後、仮店舗部分も改装され、現店舗の一部になり、地下1階地上5階建ての建物が完成。2011年9月28日にプレオープン。同年10月1日に普段グランのキャッチコピーで正式にオープンした。店舗コンセプトも競合店舗の増加より、 広域集客から一人暮らしをターゲットにした店舗に変更された。富士から発表されている平成20年2月期から平成22年2月期の売上データである。平成23年2月期以降4月発表分は店舗別のデータは公表されていない。なお、売上額の単位は100万円である。ありがとうございます。